証券コード2170リンク&モチベーション、今日はこちらの紹介をします。証券コード2170リンク&モチベーションは人事コンサルやマネジメント教育支援を行っている会社です。組織のモチベーションを目に見えるようにし、組織診断ツールをクラウド化しています。その中で浮き彫りになった課題を解決するコンサルティングも同時に行い、組織力を高める施策を提案します。権利確定日は3月、6月、9月、12月。そう、四半期配当株ですね。しかも、四半期配当だけではなく、優待まであるんですよ。株主優待はクオカードがもらえます。ご注意いただきたいのは、1000株以上の保有になります。そしてすごいのが、株式継続保有期間が長くなれば長くなるほど、クオカードの金額がどんどん増えていくんですね。細かく段階があって、1年以上、2年以上、3年以上、5年以上とどんどん増えていきます。長期投資が目的の方なら絶対にゲットですね。ちなみに2万株保有で16万円相当のクオカードです。これが年2回です。そしてこれに配当金が4回ついたらすごい金額ですよね。僕もね、一度やってみたいななんてね、夢見ています。気になる現在の株価こちらです。では早速開けてみたいと思います。中にはもう何も入ってません。中には 1,2,3 3つの書類が入ってました。まずはこちら、第22期剰余金のお支払いについて。ここね、第1四半期配当金っていうこの響きがいいですね。まだ今年3回来ますから。そしてこちらとこちら、じゃん、第22期第1四半期配当金計算書です。こちら、僕の所有株数は100株、1株あたりの配当金 1.8 円、かわいいですね。配当金額180円で所得税住民税が引かれ、僕が受け取る金額はこちらの144円です。そしてこちらが配当金領収書ですね。郵便局に持って行ってこの144円ゲットして、何かちょっとしたものでも買いたいですね。まあ、こうやって見るとね、四半期配当僕すごく好きなんですけども、なんか金額ちょっとちっちゃいんじゃないって思われた方、そうなんです。青空とかね、ホンダとか墨田コーポレーションとか、この辺りになるとこうがっつり来るんですけど、株価も先ほどご覧いただいた通り安いので、まあ、僕はねこれぐらいでいいんじゃないかと思ってるんですけども、もうちょっと欲しいなっていう方、1000株以上でクオカードも一緒に長期保有してゲットされることをお勧めします。以上、今日も超ハッピーなカズでした。 See you!